皆さん、ハレルヤー。あれ、なんか元気がないんじゃないの？もしかして夏バテしてるのかな？もっと大きい声でハレルヤーってしてみようよ。いくよ、もう一回ね。皆さん、ハレルヤー。そう、これからイエス様に礼拝を捧げるんだから、私たち気をしっかり持って元気よく礼拝捧げようね。元気よく賛美を捧げていきましょうね。じゃあお祈りするよ。はい、お祈りの準備ですか？お祈りします。神様、感謝します。今日も私たち一人一人を神様の御前に呼んでくださったこと、本当に感謝します。神様に捧げるこの礼拝、素晴らしい礼拝となりますように。神様が喜んで受け取ってくださる礼拝になりますように。神様がくださる御言葉をしっかりと受け止めて、私たちの信仰の歩みを確かにすることができますように、一人一人をどうか捉えてください。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。それでは皆さん、立ち上がりましょう。Yeah.
葉を聞く時間です。準備はいいですか？せーのと言ったら大きい声でハレルヤーと言って先生を呼びましょうね。いきますよ。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー。はい、また先生が出てきてしまいました。今日はね、血のお話なんだ。みんなは怪我して血を流したことある？あるよね。痛いよね。イエス様の血について今日はね、そういうメッセージなの。じゃあ一緒に元気よく御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はヘブル人への手紙9章18節、ヘブル人への手紙9章18節の御言葉です。ですから初めの契約も血を抜きに成立したのではありません。アーメン。旧約聖書のモーセの時代、罪を犯して神様に許してもらうにはどうしたと思う？どんな礼拝をしていたと思う？それはね、動物を生贄として捧げていたんだよ。動物が殺されて血を流して、それで神様に許してもらったのです。でもこの方法だとその時だけ罪を覆うってことでね、毎回毎回礼拝のたびに繰り返し動物を捧げなければならなかったの。だけど神様はこういう礼拝じゃなくて、人間が本当に完全に罪を許していただけるように完全な生贄を捧げる計画を持っておられたんだ。その生贄って何だと思う？もうわかるかな？そう、完全な生贄、それがイエス様の十字架だったんだ。イエス様は十字架にかかるとき、たくさん血を流したんだ。それだけじゃない、人々から蔑まされ、唾をかけられ、でも黙っておとなしい羊のように神様のこの計画に従ったんだ。その時のことを考えると、ああ、この人間たちはなんてひどいことをするんだって悲しくなるよね。でもね、これは他でもない私たちを助けて救うためにされたことなんだよ。罪がある私たちの代わりになってくれたんだ。これはイエス様が十字架にかかる前にゲッセマネという丘で祈っているところです。イエス様はこの後自分が血を流して十字架にかかることを知っていたのです。でも逃げたりしないで神様に祈っていたの。人々の罪を許してください、神様の御心通りなりますようにって。後ろでイエス様の弟子たちが眠くて眠っちゃっているね。でもイエス様はね、血のような汗をかきながら一生懸命に祈ってくれたの。十字架にかかるのは痛いし苦しいし、イエス様もできることならこの杯を取り除けてくださいって祈ったんだ。でもそれでも神様の計画がなされるようにって祈ってくれたんだ。皆さん、イエス様の十字架の意味が分かったかな？イエス様がどうして血を流して十字架にかからなきゃいけなかったのか分かったかな？イエス様はね、私たちの罪の身代わりになってくれたんだ。本当は罪がある私たちが十字架にかからなきゃいけないの。死ななければいけないのは人間の私たちの方なの。でもイエス様が代わりにそれをしてくれたんだ。どうしてかな？神様と私たちが出会うためにはね、生贄が必要だったんだよね。旧約時代のモーセの時代、今言ったようにたくさんの動物が生贄として捧げられたって、そういうふうにお話ししたよね。動物たちが血を流して、そうやって毎回毎回血を流していたんだよね。でも神様はそうじゃない、
もっと完全な生贄を用意してたんだ。それがイエス様なんだ。イエス様は罪がないお方だよね。だから完全な生贄だったの。イエス様は神様の子供なのに、そうやって血を流して私たちの罪をあがなってくれたんだ。このことを信じさえすれば私たちを天国に呼んでくれるよ。私たちの罪を許してくれるよ。私たちに救いをくださるんだよ。そう言って十字架にかかってくださったの。だからそれを知った私たち、信じなきゃダメだよね。これを私たちがこのこと信じなかったら、イエス様がせっかく血を流した意味がなくなっちゃうよね。そうなんだ。だから私たちはね、このこと絶対忘れないで信じて歩んでいこうね。そしてこのことを知らないお友達にもこれを教えてあげよう。イエス様の血を無駄にしないためなんだ。そして私たちのことを愛しているってこと、イエス様がそこまで血を流して十字架にかかってくれたのは他でもないの。私たち一人一人のことを愛しているからなんだ。愛がなければ犠牲になることってできないよね。愛してるから血を流してくれたんだよね。本当にこれは大きな大きな愛なんだ。皆さん、今日はとっても大事なことを話しています。イエス様の十字架、その血潮を、これをね、忘れないでください。そうやって私たちが罪を許されたものなんだっていうことを忘れないでください。そう、血を抜きにはこの契約、この神様の計画はなかったんだよ。分かった？このことを信じて信仰の歩みを確かにする幼稚部の皆さんになりましょうね。そのようになる幼稚部の皆さんになることをイエス様のお名前によってお願いいたします。じゃあ今日の御言葉を思い出しながら一緒に祈りましょう。いいですか？準備は。じゃあお祈りします。神様、本当に神様、イエス様の血潮に感謝します。たくさんたくさんイエス様が血を流されました。それは他でもない、私の罪を許してくれるためでした。私が死ななければいけない罪人なのに、代わりに生贄となって十字架につけられて血を流してくださったイエス様、本当にありがとうございます。これが私たちにくださった神様の計画、恵みだということを信じます。だから私はイエス様、神様のこの計画をしっかり胸に抱いてイエス様を信じる信仰者として歩んでいきます。どうか私たちの歩みを確かなものにしてください。信仰をもっと増し加えてください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは感謝の心で捧げ物を捧げていきましょう。私を呼べ、そうすれば私やあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。エレミア書33章33節の御言葉。イエス様、今日現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。離れずにずっと
神様、今日子供たちが十字架で死に血潮を流してくださった神様の血潮に感謝し、心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちを、その未来を将来を祝福してください。感謝し、イエス様の皆によって祝福しお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。